ウィリアム・ロスコーは、イギリスの銀行家、歴史家、作家である。ロレンツォ・デ・メディチの優れた伝記を書き、児童文学の分野では、息子のために書いた物語詩、蝶の舞踏会とバッタの縁が有名になった。リバプールで生まれた。父親は、マーケットガーデナーで、ボーリンググリーンという名のパブリックハウスを所有していた。12歳で学校に行くのをやめ、父親の農園で働き、余暇に読書をして過ごした。15歳の時、書店を開くが成功せず。16歳の時、弁護士を目指し、法律の勉強に勤勉であったが、イタリア語とイタリアの古典に関する愛着は変わらず、持ち続けた。1774年から法律家として働き始め、1781年にリバプールの商人の娘と結婚し、7人の息子と3人の娘を設けた。当時、リバプールにも大きな利益をもたらしていたアフリカの奴隷貿易を非難する活動を行い、人々の賛同を得た。1793年に法律業務を辞め、政治家を目指すとともに、友人のウィリアム・クラークと銀行実業に関与するが、後にこの銀行は破綻した。1806年にリバプール議会の議員に選ばれ、翌年には落選するが、奴隷貿易の廃止に賛成票を投じた。1800年代の初めに、リバプールの植物愛好家と共に、当時リバプールの郊外のマウントプレザント近くに、民営のリバプール植物園を創設した。この植物園は1830年代に移設され、ウェイバートリー・ボタニック・ガーデンズとなり、第二次世界大戦で、ドイツ軍の爆撃で損害を受けるまで植物園として存在した。1816年の銀行が商業上のトラブルに見舞われ、ロスコーは負債を償うために書籍や絵画のコレクションを売却しなければならなくなった。法律的に起訴される恐れも生じた。1820年に銀行は破綻した。友人たちの援助で最も貴重な書籍は、リバプール図書館に買い取られ、また、ロスコーのために、友人たちは多くの出資を行った。その後、商業活動を完全にやめ、友人の初代レスター博、トマス・クックのライブラリーの拡充と、書籍研究に従事した。1796年に出版された、ロレンツォ・デ・メディチの評伝は、同時代の歴史家から高く評価され、何度か再刊され、フランス語、ドイツ語などに翻訳された。1797年には、ルイジ・タンシロ。ありがとうございます。